今日はお便りですえっと毎回毎回インプットについて質問が来るたびに迷うようならやっておけって毎回言っててなんかその答えしかないよ,みたいないようなことだけれどまあいいよなええー、まあ北方さん北方健三さんのおだったらソープに行けっていうのと同じようなもんでだったら迷うようならやっておけっていうのとまあ決まりもんだと思ってください。 この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ え今日はラジオネーム金木星さんからのお便りです。え鈴木先生こんにちは。はいこんにちは。私は小説家としてプロデビューすることを目標にしている会社員です。はいはいはいえ。インプットについてのご質問をさせていただきたくメッセージを送らせていただきました。はいはいどんなことでしょうか。 えー、小説家を目指す上でたくさんの本を読むことが大切だということを多くの作家先生方が SNS で投稿されているのを目にしますうん、えー。私自身もその意見には賛成で心がけるようにしていますなるほどね私はヒューマンドラマや青春物など現代を舞台にしたものを書きたいと思っているのですがなるほどね SF やファンタジーなど全く興味のないものも読むべきでしょうか、うん、もちろん読むに越したことはないとは思うのですがと思ってんじゃん。興味のないジャンルの本を読むことに時間を取るならその分執筆に当てる方がいいのではとも思ってしまいますす鈴木先生のご見解をおお伺いいいしししたでよろく願ます。 まあ、答えはあの <laughs> 迷うようならやっておけっていう、まあ、そこだよねあの、まあ、迷うよう,、うん、うならやっておけって大事ですであと興味のないジャンルの本を読むっていうこともここ、えっと、興味がないものにもアンテナを張っておくって大事ではあります。 えとこう特にあの商業出版えと市場に流れている商業出版紙の本を出すのっていうのは結構まあハードル高いので,でいくつものハードルをくぐり抜けてきた作品っていうのはやっぱりそれだけの理由があります。金木星さん自身が面白いと思わなくても 誰かが面白いと思ってこれは面白いと思ったから売れると思ったから出されてるというそれが世の中の作品です。であのねやっぱ興味のあるものだけ読んでると情報が偏るんだよね。えっ、ー、と YouTube を見てるともう本当顕著だよね。YouTube だとかのネット情報って 一つクリックすると似たようなものが次々出てくるのでそうするとまあ分かったようなものをおおまあまあまあ興味のあるもの僕の場合だと、えー、ミリタリーだとか格闘技だとかっていうものを,を見てるともうそういうものばっかり出てくるので,でそうするとねやっぱ飽きるんだよねで飽きるのとそれから情報が偏ってくるということです。あのー ジジイがさ、よくネットヨってか、もうおおネットヨだよね、保守右翼ではないな、えもうものすごくえう偏っていく人っているよねで、そういう話もよく聞くと思う、で最初それ聞いたときにさ、なことあるかいと思ったんだけど、えー、僕のスマホで YouTube を見ると、なんかさ、日本すごいとか、えー 日本すげえとかああすげえとかっていうそんな動画しか出てこねえんだよまああのー、YouTube その携帯の携帯の空気とそのパソコンの空気でだいぶ違うんだろうと思うけどもあこうやってじじってネットあのネット用になっていくんだなっていうのは思うんだけどまあ それと同じようなもんです。うん、とあのね金木モさんがその興味のないジャンルの本を読むことに時間を取るならということなんだけどインプットの時間とあの書く時間と本を読む時間を切り分けて,、えー、て対処した方がいいですよ、えー。例えば立って隙間,隙間時間だったら隙間時間に使うのは読書にするとか、えー、まあ その使い分けておくと執筆時間を他のことで侵食されないっていうことがあるのでこの時間この時間だけは絶対に他のことがあっても原稿を書くとかというふうに決めるっていうふうに、まあ、時間で分けるのっ,って大事だったりします。でそれはさておきあのやはりその興味のないジャンルでもその 自分の全く興味がないジャンルでも名作と呼ばれるものでその自分の興味の垣根を越えて面白い作品っていうのはあるからね僕はあのホラーの線が抜けているので世の中のホラーって呼ばれるものを読んでもほとんど面白いなって思うことはないんだけどあのカーナー真理子さんの「実話怪談の」あのいくつかだとか。 あとスティーブン・キングも面白いと思うことってほとんどないんだけどまあ目通してる場合にはさ、まあ、面白いと思うことってほとんどないんだけどやっぱミザリーは面白いよなとか、えー、そういうことありますねえやっぱりねあの例えば「なろう」の「なろう」小説ってほとんど僕も面白いと思うことってないんだけれどエゾ・ギンギツネ君のさ そのシリーズはやっぱ面白いよねパパッとやっぱ目通すよね。でやっぱそういう書きに超えって面白いものっていうのがまあやっぱ目通すだけの理由はあるよね。目通すだけのことはあるよねってことは思います。でまああのー、例えば SF やファンタジーだとかっていうものだと、えー、今出回ってるものは えー、なかなかすぐにこう読むことはできないだろうけどちょっと前のハードカバーだと図書館で借りられるので,そので図書館で借りて、まあ、つまんなかったら、まあ、借りて読んで,んですぐ返せばいい。でこの 自分の興味のないジャンルなのに面白いという作品というのはそれはその作品のパワーというのがあるので面白いなと思ったらそしたら図書館で買って面白いと思ったらそしたらその本はこうちゃんとあの書店で買ってボロボロになるまで繰り返し読むということも大事だったりします。とにかく迷うようならとにかく読んどけ。 えー、ということはあります現代小説だけを読んで現代小説は書けない小説だけを読んでも小説は書けないというのは事実なんだけどまず小説を読むということって結構大事だったりしますえっとこの番組では今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています Google フォームで匿名ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてくださいその時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです 鈴木貴一の小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにでも受講できます江戸川乱歩賞や横溝接種賞、大龍門新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、 などのポッドキャストプラットフォームでも配信していますというところで今日の小説家鈴木紀一郎の小説講座放課後ラジオそんなところでではではでは